もなんか技ができるんね。はい、ここのところに誰か大の字に寝てもらって、寝てもらう、寝てもらうといえば可能ですね。ちょっと待ってください。こっち頭で大の字ですか。大の字やって可能。大の字です。動くなよ。だから中村さん、お前絶対中村さん手踏んでます。ターゲットとなる芸能人が真剣に仕事の打ち合わせをしていると、窓の外に超人キッズたちが続々と登場してくるという当番組の名物ドッキリ。しかも打ち合わせの相手はものすごく怖い超大物芸能人。驚きたいけど驚けない、笑いたいけど笑えない。果たしてターゲットの反応は。今回は誰。今回は、伊藤麻子ちゃんと、ジョイです。仕掛け人は、仕掛け人がこの大物を押し込みまして、はい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 、オール巨人一緒、竹内力さん、うわ、この2本だけを用意しました。これは怖いわ。ゾンビキッズドッキリ劇場、まず最初のターゲットは伊藤麻子。ゾンビキッズドッキリ、いよいよ開演です。まもなく伊藤麻子ちゃんが到着します。はい、おはようございます。大丈夫。そっか、今腰やってんだ。大丈夫ですか。はい、全然大丈夫です。だいぶ時も経ちまして、はい、そう、これは僕の有名だ。早速巨人師匠が企画したという偽舞台の打ち合わせがスタート。あのスローインかけてきましたので、ぜひ、はい、協力ください。はい、かなり緊張してるね、これ。気合を入れてやっていただけたら、はい、僕もそのた。そして真剣に舞台の内容を話し出す巨人師匠。緊張感のある空気に包まれる中、自転車ゴー。いよいよ一人目の超人キッズが。いや、あのね、いや、男も女もせえ好きなんですよ。もちろん見てくれるね。僕はあのチラチラ見てる。さらに、いや、本当にあの疑問作りたい。ぜひ協力を。テレビの時間とかを詰めて詰めて、あのたくさんできるだけ。そして最後に大技が。米語ダンスの次で力言おうかと。舞台の話やってるから真剣じゃっていいからよ。まあ、わかりました。ごめんなさい、ごめんなさい。何がなんでも集中してよ。はい、はい、はい、もちろんです。はい。